アニキャストファンのみんな、頭にこびりつく話って誰にでもあるでしょ。映画のワンシーンだったり、誰かが読んでる新聞に載ってた見出しだったり、友達の最悪なデートの細かい報告だったり、私にとってはアンダーグラウンドの話。彼らは何者？何が狙い？すっごく単純な疑問なのに答えが見つかりそうにないからイラつくんだよね。盗みも暴行も誘拐も嫌がらせもする。最新技術で商店も犯罪組織も同じように襲い、自分たち以外を目の敵にしてる。調査は続けるつもりだから、情報があれば DM してね。それじゃコーヒーのカスはディスポーザーに入れないこと。排水口が悲惨なことになるから。バイ。なる隣人が親愛からは程遠い武器密売を目撃。グータラン、こっち。非常階段がグラグラしてるから、登るとき気をつけて。なるほど。だからここで会おうって言ったの？来ないからもう帰るとこだった。これ開けるのを手伝って。タイムカプセルも錆びついたね。暗証番号覚えてる？うん、あれ、なんだっけ。嘘だろ、暗証番号暗記しとけよ。いつも俺がいると思うな。わかりました、暗記します。暗記します。はいはい、ったく。それでそいつに何入れるつもりだ？教えない、二人だけの秘密。そう、よく言った。秘密は守るんだぞ。ねえリック、ロクさんの仕事を引き受けるの？お前代わりに受けるか？かもね、オファー待ってるとこ。じゃあお前はライバルだな。まあクリーンエネルギーをぜひ俺に統括してほしいってさ、いつも言ってたろ。クリーンエネルギーが世界を救う。さすがガリベンファンクラブ。ああ、噂をすればロクソンだ。すぐ戻るよ。番号を覚えたんだよね。フィボナッチ数列。そう、トロフィー。僕たちのエネルギー変換器最高だった。確かに。まだサイエンスセンターに展示されてるかな。だといいな。うわ、見てよ、すごいアホっぽい。リックは大人っぽく映ってるけど。だね。
リックに何かあったの？ひょっとして喧嘩したとか？ううん、違う。フィン、何でもない。なんで会わなくなったのかな。最悪、遅刻だ。行かなきゃ。ねえ、お互いまだ話してないことはあるよね。次に会うときは隠し事なし。いい？うん、やっぱ考えとく。遅れなきゃね。それじゃあまたね、ちびっこ。身長ならもう抜いたけど。こっちはまだ。中学の卒業式はほろ苦い思い出。フィンはミッドタウン高校に、僕はブルックリンビジョンズに進学。連絡するって言ってたけど、ここで世界が変わっちゃったんだ。ほんと、フィンに会えてよかったな。他のタイムカプセルも探そう。やっぱり後にしよう。帰って集会行かなきゃ。乗り放題パス使うのに持ってこい。スマホを持った。地下鉄のパス持った。家の鍵は？うん、持ったよ。行こうぜ、遅れちゃうぞ。絶対スーツの中に雪突っ込んでやる。って、まだスーツ着てんの？うん、ほら、念のため。平気だって。なあ、これだからハーレムってマジ最高なんだよ。通りの屋台、街一番の食べ物、最高の音楽。うん、悪くないね。リオモラレスってどう思う？母さんが政治家だなんて信じられない。ずっと教師だったのに。似たようなもんだろ。どっちも人をかき集めて喧嘩しないように教育進んだし。すっごくいいね。いいえ。ごめん。来学期手話の授業を受けようっと。ほら、エスパニョールはマスターしたも同然だし。やり方を教えてくれ。で、ステックアンド。あら、エレコ。2つ、カフェコンロチェ1つ。グロリア、最初に何か話してきて、これから先のことをやる。そうだね、そうしよっか。彼女のスピーチとあの授業。ありがとう。グロリア、元気？マイルズ、この子は彼女のステフだよ。フィーストでボランティア始めたんだ。はじめまして。シェルターで見かけたらよろしくね。そのことなんだけど。あんたは冬休み中はシフトなし。どうせ閉鎖中だけどね。どういうこと？ああ、心配いらないよ。スピーチ楽しんできな。また電話するよ。
いい子だね。そろそろ集会に行く？ああ、リオのスピーチを聞けば気晴らしになる。正直言ってハーレムのフードトラックかなりいい。ブルックリンのよりいいかも。お待ちどう。どうもありがとう。これで演説の間も寒くないわね。母さんに見られる前に退散する。この子は友達のガンケ、手伝ってくれてるんだ。ほら、スパイダーの。なるほど。俺の甥っ子のこと頼むぞ。努力するけど手がかかるやつで。ちょっと聞こえてるよ。母さんのスピーチ楽しめよ。バラしたの？バレてたの？帰ったら詳しく話す。アンダーグラウンドのタグ、次は何するつもりだろう。できればスパイダーマンと戦うの避けて帰ってくれてればいいな。だといいね。ねえ、スピードノナゴンのバグ直したの？バグ修正するたびにエンバグ起こるんだ。頑張ってモラレスさん。ありがとう。見ろよ、ロクソンの奴らめっちゃ警戒しまくってるな。ええ、本当だ。Buenas noches, vecinos. ロクソンがこの町に押しかけ、私たちは多くを失いました。なあ、平気か？ただ前回はパウロのアイスクリームショー、ニューヨーク一の手作りアイスクリームを生んだ店です。ジュニペロのデイケア、多くの人がお世話になりました。みんなが見守ってるんだし。毎週水曜日と日曜日に歌声を響かせていた聖テレーゼ教会もその一つ。ちょっと、今もなおロクソンは実験的燃料であるニューフォームを街中に輸送しています。危険性を明かさずにです。俺はロクソンへの警告だ。貴様らが従う男、サイモン・クリーガーは人殺しだ。このプラザはこれまで奴が犯した愚行の遺産。私とアンダーグラウンドがプラザの開設を阻止してみせる。現場に来ないか。皆さん落ち着いて。逃がさねえよ、構えろ。出番だぞ、おばさんは俺が。Yeah!
降りてきて戦う。Come on!
いるの？家だよ。僕も病院行く？平気、安全なところに行く。怪我したんでしょ？僕がいない時に何かあったらどうするの？ねえ、あの時とは違うのよ。平気だから安全な場所にいなさい。エンテンデ、すぐ戻るから。後でギプスにサインさせてあげる。オケーマ、ロペモセンカーサテキエロ。あのおじさん、無事？無事だ。連絡しようとしたんだが、今どこだ？爆発が起きたから、ブレイスウェイトブリッジに向かってる。そうか。だがロクソンが現れたら逃げるんだぞ。いいな。あいつらはティンカラー以外のやつにも責任をなすりつけるはずだ。わかった。気をつけるよ。派手に爆発してた。急がなきゃ。打ち合うのはやめにしない？舞い上がりすぎて、馬の空だったんだ。しっかりしなきゃダメなのに。